皆さんこんにちは、てつちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日ご紹介するのはこちらです。つい買っちゃいました、グリーンマックスの 211K5000 番台でございます。ネットで見つけまして、品番が4480の JR211K5000 番台ひし形パンタグラフ車東海道線3両セットのやつでございます。中古でね、ネットで見つけてしまいまして、去年年末に発売されたリニューアルの商品ではないんですけれども、旧タイプの動力の商品なんですけれども、つい買っちゃいましたよということで、今日はこれをご紹介するんですけれども、まあお約束ですね、先頭車をボディマウント TN 化する加工が、これはですね JC25 を使うとできますよと、もうすでに説明書に書いてありますので、もうこれを使ってすぐ加工してしまいたいと思います。ということで早速動画を撮りましたので、どうぞご覧ください。はい、それでは作業を開始したいと思います。はい、それではこのダミーカプラーを JC25 を使って、ボディマウント TN 化したいと思います。でこの作業ですが、そんなに難しくないです。そもそも説明書に載っているやり方なので、これを読みながらやればまあ大丈夫だと思います。はい、このようにボディマウント TN カプラーの取り付けということで、もうここに説明書が載ってますので、この通りにやりたいと思います。まず初めにやっていくのはこのスカートの加工です。このスイングドローバーをつけるためのこのスカートが、これを取り付ければなんとかできるんですか。最後行いたいと思います。まずドローバー受け、これを外します。これを外します。JC25、こちらを使います。まずここ電源がこれ2段になっているので、下をカットして1段にします。1段にしたら上をします。外してこれをまま、このスカートに、はい、にはめることができました。ではもうこれあとはこれをそのままこのダミーカプラーに交換するだけです。やっぱりちょっと動きが悪いので、説明書にはね、ここをカットするように書いてあったんですよね。カットしなくてもいいかと思ったんですけど、動力車につけるにはここをカットしないといけないと書いてありますので、この部分をカットしていきたいと、カットしたいと思います。はい、とりあえずやっぱりカットしました。バネが使えないのでちょっとこれね、フラフラしちゃいますけど、これしょうがないですね。はい、ではこれを取り付けます。はい、ご覧のように先頭車を TN 化することができました。ちょっとやっぱりね、バネがないのでこうグラグラしちゃいますけど、反対側の動力車じゃないところはそのまま取り付けられるので、同じように反対側も取り付けたいと思います。はい、無事両側、ボディマウント TN 化することができました。はい、まあ、今回はですね、特別な加工はなしに説明書通りにやればうまくいくということで、作業としては非常に簡単なものでございました。はい、ということで今日はグリーンマックスの 211K5000 番台北海道線仕様3両セットを購入して車両をボディマウント TN 化したという動画でした。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホタブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あとツイッターのフォローもお願いいたします。